更新工事前、福岡市交通局線系電車は、福岡市交通局空港線、箱崎線用の通勤系電車である。1982年の鉄道友の会、第22回、ローレル賞受賞車両。1981年7月26日の1号線天神駅、室見駅間開業時から運用されている。日本国有鉄道地区線への直通運転にも使用することから、本車両の設計には国鉄車両設計事務所が大きく関与しており、主要機器類や内装の設計は当時、国鉄の最新鋭通勤系車両であった201系電車に準じている。海岸近くに敷設されている筑肥線を走行する運用条件を考慮して、骨組みは普通構成だが外板をステンレス製としたセミステンレス車体である。車体側面はビードプレス加工され、コルゲートと比べすっきりとした外板となっている。車体は無塗装であるが、玄界灘をイメージした白と青のストライプを配している。筑肥線と相互直通運転を行うことから、国鉄、JR の通勤系電車とほぼ同一規格であり、全長20メートルで片側4扉構造である。窓は扉間が2分割。車端寄りが一枚窓である。地下鉄用車両であることから、先頭部には非常用扉を持つ。台車は201系に採用されている DT46 系台車と似た構造の車体直結空気バネ台車である。空気バネは住友金属工業製のダイヤフラム式であるが、台車枠は車両メーカーで作られた。制御方式は電気子直波制御を採用した。終電装置は下枠交差式パンタグラフで1100型に2基搭載する。申請当初の床下機器配置は信号保安関連機器とブレーキ作用装置を除いて国鉄201系電車のそれと酷似していたが、機器箱はステンレス無塗装であった。主電動機以外のすべての回転機のブラシレス化を目指し、日本で初めて空気圧縮機電動機を誘導電動機としたが、その軌道には、当時の技術では大容量の電磁接触機に適切なものが得られなかったために電空接触機を使用したので、蓄電池を電源とする補助空気圧縮機を別に有していた。運転装置として ATO を備え、1984年1月20日には、日本の地下鉄では初めて営業列車でのワンマン運転が開始された。筑肥線内は、手動運転で車掌が乗務するため、運転室には手動運転用のマスコンとブレーキハンドル、ATS-SK、車掌用機器も備えている。線系車内座席はすべてロングシートである。内装材全般において、暖色系の材料が使用され、妻面と座席袖地切りは木目調の化粧板で、側面壁はクリーム系の化粧板張りである。車椅子スペースは1982年に落成した車両から採用されている。製造当初より冷房装置を搭載している。屋根上に集約分散式冷房装置を4台備え、ラインデリアにより冷風を攪拌する。また、弱冷房も可能である。LED 式の車内案内表示装置と路線図がセットで左右交互のドア上部に設置されている。車内案内表示装置は地下鉄線内のみで使用される。JR 車とは異なりトイレ設備はない。先頭車を制御車、中間車を電動車とした MT 比 4M2T の6両編成を組む。下り方から1500型から1000型から1100型から1000型から1100型から1500系の編成である。車両番号の下2桁はユニットごとに揃えられている。本系列の製造開始後15年以上が経過した1996年頃になると、機器や内装の経年劣化が見られるようになり、ステンレス化されていない客室の床材や化粧板の浮き上がり、開口窓枠の腐食なども目につくようになった。同様に、電気子直波制御のスイッチング素子の老朽化、主電動機のフラッシュオーバーなどが発生し始めたため、保守内容の見直しを迫られた。結果的に経年劣化の程度が保守の限界を超える前に何らかの対策が必要であると判断された。さらに車体の劣化調査を実施したところ、セミステンレス車体の内部鋼材に腐食が進行しており、車体についても大規模な修繕が必要であることが判明した。そのため、福岡市交通局は、まず車両の寿命をどの程度まで伸ばすことができるかを研究し、今後20年くらい使用可能とするための技術的な対策、低コストの更新方法など、様々な角度から比較、検討した結果、この段階で車体の一部更新を実施し、合わせて制御方式を電気子直波制御からVVVF インバータ制御に変更することによって、車両をできるだけ長く使用することが、経済的にも有効で、最も優位な方法であるとの結論に達した。以上のような経緯により、1997年度から2004年度にかけてリニューアル工事を全編成に施した。この改造を受けた編成は、1000N 系に系列、形式変更された。ただし、車両番号の変更及び改造名板の調布はされていない。主な改造内容を以下に記す。外観、機能面の変更点前面は、貫通扉のガラスが拡大し、両端の平面ガラスは、曲面ガラスに変更した。また、騒音対策で側窓は固定化された。車体は腐食した箇所の鋼材をステンレス化し、戸袋部の骨組みを回収した。行き先表示器は3色 LED に、車側表示灯は LED に変更した。車両間には転落防止ホロを新設した。制御方式は、イベット素子による VVVF インバータに改められ、制御装置や周辺機器は2000系との互換性が考慮された。主回路は、故障時の制御解放単位を主電動機4台とすることで、システムの冗長性を確保し、ゲート制御部には各ユニットごとに事故診断装置を搭載した。また、ブレーキ受領機をデジタル演算式に変更し、遅れ込め制御を追加した。干渉機も変更され、停止時のショックを改善した。客室設備の変更点車内は化粧板を交換し、床材は塗装仕上げに変更された。日よけは清掃の容易化からガラス繊維となり、扉のガラスは接着式複層ガラスとした。また、引き込まれ防止のため、戸袋口に硬質ゴムを設けた。座席は、詰め物の交換やモケットの張り替えが行われた。車内床の主電動機点圏外は、電動機の変更で床材で塞ぎ、車両間渡り板と共にフラットな構造とした。また、車端部には移動制約車対応として、車椅子スペースを整備している。1981年の開業時に01から08編成が製造され、1982年には筑肥線との相互乗り入れ開始に合わせて09から15編成が製造された。その後、路線延長に伴い1984年、1985年にそれぞれ1編成ずつ、1986年に1編成が製造され、2015年現在は18。編成108両体制となっている。このうち11編成は1985年8月7日に、筑肥線名の浜駅、今宿駅間の踏切で、大型トレーラートラックと衝突し、大破した上り方先頭車の1522が廃車となり、翌1986年に2代目の1522が申請されて、編成復旧された。3号車から5号車の側面には、事故の衝撃で生じた外反の変形が、現在も残っているほか、損傷の激しかった部分を切り継ぎした痕跡も見られる。全編成が、名の浜車両基地に配属され、地下鉄空港線、箱崎線全線及び、筑肥線名の浜駅筑前深江駅間で運用されている。かつて全面運転台走化に、福岡市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグのクラブチームアビスパ福岡を応援する目的で、頑張れアビスパ福岡と表記されたステッカーを重複していたが、同クラブチームが2001年のシーズン終了後に J2 に降格した時点で撤去された。その後2005年2月に七熊線が開業してから約1ヶ月間、七熊線開業と表記されたステッカーが重複された。2018年11月20日に開催された第3回福岡市地下鉄経営戦略懇話会の説明資料において、当系列の後継車両による置き換えが明記された。本系列が今後製造から40年を迎えることから、2023年度から2027年度にかけて、本系列の車両更新及びその経費として192億円の投資が計画されている。また、後継車両については、適切な置き換えの時期や車両の使用等について検討を行い、安全性、快適性、経済性等の観点から計画的に車両更新を進めるとしている。ありがとうございます。